部です。どうもどうも。今日ですね、ランドのですねスイートハートカフェに来てます。はい、今日はですねこちらのディズニー夏祭りスペシャルメニューのハーブチキンとアボカドディップのわさびクリーミーサンドイッチ、長いね、こちらをですね食べようと思って来たんですが、今ねパッと見て結構これでかくてですね、ちょっと今俺おじげついてますね。ちょっと軽く小腹が減ったんで食べようかなと思ったんですけど、意外とこれ1個大きくて食べきれるかな。まあでもせっかく来たんでちょっと注文したいと思います。じゃあ行ってきます。はい、買ってきましたよ。見てくださいよ、これでかいよね。ほら俺の顔と比べてもこんな大きいんですよ。今朝なんだけど、マックのブレックファースト感覚でちょっと食べようかなと思ったら、意外とやっぱ重いしでかいしで、普通にね食事1回分ぐらいはこれあると思いますよ。ちょっと朝から重いかな、どうだろう。まあでも腹減ってるんでちょっと食べてみたいと思います。ではいただきます。うーん、おー、あー、マヨネーズが強いね。まず具はチキンとアボカドはメインなんだけど、あとねレタスとトマト、トマトがすっごい割り込んでくるね、このチキンとアボカドに。でもサブウェイなんかでもね、やっぱりじゃあツナサンドってやっぱり具で普通にトマトが入ってるんで、アクセント的にはちょうどいいと思いますよ。チキンはハーブチキンって書いてあったけど、そんなに、うん、ハーブ効いてるって感じはしないね。パンがなんか独特の形してるね、半分真ん中空洞のグローブみたいな。これねなんかに似てるなと思ったら、サブウェイの味に似てますね。味もボリュームもサブウェイそっくりです。サブウェイ1回分ぐらいのボリューム感だと思えばだいたいわかると思いますよ。完食しました。結構ね量あった。やっぱ今ね朝10時なんだけど、もうこれね朝昼これでいいやって感じ。ちょっと多かったな。まあでもね美味しかったです。チキン美味しかったし、アボカドの食感はあまりないね。アボカドがムース状になってたので、あんまりねアボカドが入ってるって感じはしなかったですね。でどっちかっていうとマヨネーズとトマトとビネガーの印象が強いです。で全体的に、まあ、サブウェイな感じでした。はい、以上スイートハートカフェのスペシャルメニューでした。じゃあね、バイバイ。